ガクトさんワールドシャワー使ってらっしゃるんですね。飛んで埼玉ですから、ね、村田はじめがあの日本の映画の中で最も好きなやつは飛んで埼玉ですから、滋賀もありますから、ね、ゴジラより好きなんですか。ゴジラよりあれはゴジラは笑うやつじゃないけどね飛んで埼玉はね、あの映画館のこのついなっちゃうようなやつですね、はい。だから俺あの誰か切り抜きで言ってたでしょ、ガクトさん早く戻ってきてって、ね、はい。ジムが飛んで埼玉好きと聞いて、埼玉在住の自分としては嬉しい限りです。ジムのポケットマネーで、連れて茨城作れ連れて茨城、それはウケますね。ちょっとガクトさんによろしく言っといてください連れて茨城来そうな気がするはい。芸能人で一番釣りがうまいっていうか、多分ちゃんとやらせたら一番うまいのはキムタクだと思います、うん、あの他の人のはまあ、 あの結構あの、だから別に全員みんな見たわけじゃないからさ、なちょっと癖があるなっていうのがなんとなくわかる。根室に釣り具屋建ててほしいんですが、釧路まで行かないと釣り具屋さんがありませんね。釧路まで行くとね、ランカーズというね、釧路ランカーズがありますね。チェーン店もありますね、はい。そうね、根室にないね。あそこの根室のあのラーメン屋のあたりに作ればいいよね。あのラーメン屋の親父やんないかな。あのキムタクが映画の撮影の時ずっと行ってたラーメン屋があるんだよ。キムタクから頼まれてそこのラーメン屋へ行って、ちょっとはじめさんラーメン屋宣伝してよって言われて、俺がなんで宣伝すんだよっていう世界だったんだけど、魚種格闘技戦でそこに行ってその話をして来たよっていう話をした時なんで、だからそこのラーメン屋あの魚種格闘技戦の中で撮らした時なんで、そんな話もありました。日本のバッテリーが一番盛り上がっていた時代はいつですか。1994、5、6、7、8、まあ視聴率層もですね非常に高くですね、日本国民のあのうちのですね約700万人が村田はじめのことを知っていたというぐらい、まあそのぐらい盛り上がっておりました。95年に元バスは釣れる3月に発売されて、そこからがですねとんでもないことになっておりましたが、96年には、各芸能人たちがバスをやりますという話をテレビでもう一斉に言い始めました。最初のきっかけはキムタクでした。キムタクがですね、俺はねバスやってんだよねって言って、バスってなんすかみたいな話をした、ね。その辺から一気にですねお笑い芸人がそれ言ってもいいんだって言ったら、みんなダーッと出てきたのがそれです。その後どうなったかっていうと、今度は97年98年ですね、そうあのグランダー武蔵がね、で99年までやられまして、当時コロコロコミック180万部売れてたんですね。それが230万部までっていうね、とてつもない記録金字塔を立てたんです。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。